133パウンド2分の1、中日ジム所属、高城直人。2年4ヶ月ぶりのリングです。元日本ライト級1位、高城直人。青コーナー、134パウンド2分の1、福岡帝拳ジム所属、大塚浩二。181センチの長身、 KO 率は 85%、 大塚浩二です。元日本ライト級1位の高城直人、東洋太平洋のランキングにも名を連ねたことがあります。高城が打っていく、右は空振り。中部地区の次の時代を担うホープと言われながら2年4ヶ月のブランクがありました。久しぶりの名古屋のリング、これが復帰戦です。高城直人、赤のトランクス。大塚が低い姿勢から、いい高城、いい入った。さあ、リザーが向かっていく。高城は得意の右のフックが顔面に当たりました。残り10秒、中級第2ラウンド。高城ヘリッ、少しずつ高城がパンチを当て始めています。しかし大塚も出る放ちます。ヘイ、踏み込んでる。ヘリッ、左のスライドを進めました。ヘイ、力の左、左のボディ、今度は左スライド。高城の連打が出てきた。ビーッ、ビフック残り詰める。大塚も V 止める。高城右、右左、下げた、下がる、ニュートラルコーナー詰める。さあ高城が詰める。しかしカウンターもらった。高城しかし拾わず打っていく、打っていく。大塚が完全にニュートラルコーナーに詰まっているが、大塚がこの第7ラウンドに入ってだいぶ距離を詰めてきました。接近戦を挑んできています。あるいはこの左の目の上が腫れてきて、左目の遠近感がどうか、そのあたりを考えての接近戦か。一方の高城はこの前進してくる高潮1センチ、大塚のプレッシャーを受けながらもパンチを払っていきます。しかし大塚が出ます。ヒリー、高城の左カウンターで入ります。さあ、そしてぐらついた大塚、左高城、左払っていく。高城2年4ヶ月ぶりの復帰リング、自分のためのボクシング、本当の自分のボクシングを極めるために帰ってきた男、高城。左を打っていく。大塚も懸命に前に出るが、高城は冷静にフットワークを使おうとしますが、ちょっとしかし高城も疲れてきたか、ややフットワーク、足がもつれかけた。さあ大塚も懸命に右を出す。これストップ、ストップ、試合が一旦止まります。高城がニュートラルコーナーに行きます。どうやら大塚の鼻血もしくは左の目の上が腫れていますので、ドクターチェックがあります。フェイントでええから、右フェイントでええから、油断するなら正面発すよ。おそらく左の目の上が、まあ、軽く切れてさらに内出血を起こして大きく腫れていますので、この左目の視力を、おっと、これドクターが×のサインを出しました。ストップのサインを出しています。ドクターストップで、これは試合が止まりました。試合が止まりました。高城直人、テクニカルノックアウト勝ち。左の連打を払っていきまして、大塚浩二の左の目が大きく腫れまして、試合続行が不可能と判断されました。高城直人、2年4ヶ月ぶりの復帰のリング、見事 TKO で勝ちました。